ダイアナ・ヘイローは、日本の競争馬。主な勝倉は2018年の阪神カップ、阪急杯、2017年の北九州記念。2013年5月6日、北海道浦河町の大成ファームで誕生。一歳秋まで同ファームで育成され、その後は石川県の愛知ステーブル、小松文場に移動して調整された。当時から、怪我、病気とは無縁で、 気象も扱いやすい馬であったという、立党、福島信春旧車に入球し、3歳1月にデビュー。新馬戦で6番人気ながら鮮やかに逃げ切り勝ちを収め、続く、エリフィンステークスでも2着に構想。しかし、3戦目のフィリーズレビューは4着となり、大賀賞の出走権は獲得できなかった。その後は、同年5月に、 自己条件戦で2勝目を挙げたが、1000万下で足踏みが続き、1年間白星から見放される。4歳6月に高級戦の500万下で久々の勝利をつかむと、そこから3連勝でオープン入りを果たし、8月20日の北九州記念も先行抜け出しで勝利し、4連勝で重賞ウィナーの仲間入りを果たした。生産者の体制ファームにとっては、 1984年の京都品馬特別を制したカルストンダンサー以来33年ぶりの JRA 重賞制覇となった。続くスプリンターズステークスでも4番人気に押されたが直線で失速して15着に大敗した。5歳初戦のシルクロードステークスでは休み明けながら1番人気に押されたが16着と2戦続けての大敗を喫する。しかし、 7番人気に評価を落とした、阪急杯では鮮やかに逃げ切って、重賞2勝目を挙げ、同日限りで定年を迎える福島、信春調教師の最後の花道を飾った。大根田広之き舎に、手馬まやして、初戦となる、高松の宮記念では、逃げつぶれて、最下位の18着に沈んだ。その後も盆想が続き、同年秋の京阪杯では11番人気まで評価を、 落としていたが、三着に入って、復活の兆しを見せる。そして、年末の阪神カップでは、GI 馬五島を含む強豪を相手に逃げ切り勝ちを収め、重賞三勝目を挙げた。大根田博之長教師にとっては、カルストンライトで制した2004年のスプリンターズステークス以来14年ぶりの重賞制覇となった。六歳初戦は、 連覇がかかった阪急杯から指導したが6着。続く阪神牝馬ステークスでも4着と制裁を欠いた。その後、脚部不安を発症したため現役を引退することになった。引退後は北海道新日高町の岡田牧場で繁殖牝馬となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。